はいどうもこんにちは、まみよしです。ということでね、新居に引っ越したんですけれども、今ねデスクはここにあるんですけども、椅子がないので今回はね椅子を開封してレビューしたいと思います。でですね、今までね3種類のゲーミングチェアのレビューしてきたんですけども、今回は4個目ということで、まあね、皆さんにお勧めできるゲーミングチェア選んでみました。ということでね、実際に開封して組み立てて使った感想なんかを伝えたいと思います。ということで早速やっていきましょう。うわ重いはい、ということでこちらですね、ちょっと逆向きになってるんですけど、今回は GT レーシングのゲーミングチェア開封していきます。今まで紹介したやつと全然違うものをチョイスしました。開けていきます。いやー、そうやっぱりね、今までゲーミングチェアを使ってて思ったんですけども、ゲーミングチェアと普通の椅子じゃ全然作業効率っていうのが変わってきますね。ゲーミングチェアだと本当に腰とか痛くならないで、かなり快適に作業ができます。集中力も上がりますね。その分で休憩するときはリクライニング倒してちょっと休憩なっていう使い方もできるので、本当にねゲーミングチェアはかなりいいですね。ということで開けていきます。よいしょ、はい、よいしょ。ここにありがとうの紙に組み立て方の説明書、そしてネジです。ネジもこうやって用途別にしっかり分かれてます。工具も入ってます。はい、そしてキャップとかいろいろパーツがあるんで全部出していきましょう。はい、ということでね、パーツ全部出せたので組み立てていきます。まずは座面を出します。はい、こちらです。ということはね、もう見たらね分かる人は分かると思うんですけども、今回のゲーミングチェアはここの部分、そして背もたれの部分がレーザー調のものじゃなくて、こういう布地のものにしました。でね、なんでこれを選んだのかっていうのも、まあ、最後にね、説明したいと思います。組み立てていきます。おー、いいね。でこれをよいしょ。あ、いいね。これでね、椅子としてできたので、次はね、横側が金属剥き出しになってるので、ここにカバーをつけていきます。で、これ LR っていうのがこれ中に書いてあるので、しっかり R 側をこっちに。で、付属のレンチでこのカバーを固定します。そしたらキャップつけていきます。次はこの裏に椅子の取り付け部分、これとあと手すりをつけます。バッテリーが切れていた。よし、これでシリンダーとアームレストがついたので、あとはこれのシリンダーにこのキャップカバーをはめて、この人手に刺します。でそしたらね、ここのところにタイヤをつけます。まあ、これもね簡単にパチッとはめることができます。はい、そうしたらね、この上にこれを乗せるだけです。よいしょ。よし。で、あとはね、これ腰のランバーサポート、これね、合う人合わない人がいると思うんですけど、僕はね、これ合った方がいいですね。あの、頭のところも取る人いるんですけど、僕はつける派です。で、あとは枕も後ろをパチッと外して、で、これね、上からこうかける人もいるんですけども、僕はね、この間にこれを通してはめてます。多分こっちの方が正解なんじゃないかな。で、首の位置もね、こっちの方が合うんで、こっちの方がおすすめです。ということで完成です。どうでしょうか。よし、お、いいね。やっぱ首も合うわ。こんな感じになります。これでこれも上げて、座面もこんな感じで上げられます。でですね、この GT レーシングは日本人向けにね結構設計されてるので、足がベタっと下までつきます。一番下までやらなくても。結構ね、安いゲーミングチェアとかだと日本向けに設計されてなくて、一番下まで下ろしても足が地面につかないっていう方もいると思うんですけど、この GT レーシングのねゲーミングチェアはしっかり日本人向けに設計されてるので、身長が低い人でも足が地べたにベタっとつく感じになります。で、一番高くすると、僕身長175センチくらいあるんですけども、ギリギリ全部ペタってつくぐらいの高さになります。で、このアームレストもこんな感じで高さを変えられます。はい、ということでね、実際にこちらのね GT レーシングのゲーミングチェア1週間ぐらい使ってみたんですけど、かなりいい感じです。今までね、ここの生地っていうのがレザーだったんですけども、今回ね布地になったことによって、こう汗をかいたりしても蒸れないっていうポイントがあります。なので結構汗をかくとか、そういった方はこのね布地のやつがいいんじゃないかなと思います。そして
して、こちらがね布地だから気をつけなきゃいけないこともあって、例えば飲み物とかを飲んでる時、机の上に多分こぼすと思うんですけど、こういう椅子にこぼすともう全部染み込んでっちゃうので、その辺はちょっと注意が必要です。で、座り心地に関してもこっちの方がねちょっと柔らかめな感じになってます。まあ好みだと思うんですけども、まあお好きな方。結構電気屋とかに行くとね、ゲーミングチェアとか置いてたりするので、実際に座ってみて布地がいいのかレザー調がいいのかっていうのを確認してから購入するのがいいんじゃないかなと思います。ということで、こちらね布地のものとレザー調のものがあるので、両方概要欄にリンク貼っときます。ゲーミングチェアかなり作業をはかどったり勉強なんかにもね集中できたりするので、ぜひ買ってみてください。ということで以上、バイ。